久保さん今回あの、マハマトガンジーにしましょうか。ガンジー来たね。明日死ぬかのように生きよう。永遠に生きるかのように学べ。これすごいですね。飽くなき学びですよね <laughs> <laughs>、うん。これはまあ、ガンジーっぽいですね。ガンジーって感じですね。永遠に生きるかのように。学びが、学びは一生終わらないっていうか。 だけど時間は限られてると。でも学びはあのずっと続くよみたいな。うんまあ、僕も年取って40になってうん、まあなんかやっぱあれですよね。いまだに学びあるし、年取ったからこそ多くのことを吸収できるようになってきたかなとは思いますけど、まあ、いろんな考え方ができるようになりましたよね。若い時に比べると。だから逆を言うと、年を取っても学びが学べないんであるならば、 かなりきついいと思いますね、うん、だって要はあのどういうことかっていうと、まあ、若い時はまあその後の未来、まあ、平均寿命で言うならばうん何だろうなこのリカバリーできる時間はあるんですよだけど年取るとリカバリーできる時間ないんですよねだから時間軸はもっと凝縮していかないと若い時は何だろうなまあここをまあ うんじゃあ20歳から80歳までだったら70年あるわけですよねじゃあ60歳から80だと、まあ、20年しかなくてあのー、なんだろうなうん時間の時間軸がちょっと変わってくるというかなんかその、まあ、わかりやすく言うと20代から30代の10年と70から80の10年は同じ10年なんだけどそこ20の頃の学びをなんか70 もう一緒だと結構しん。どいいと思いますようんそれ相応の考え方ができないと、なんだろうな。うん。生きていくのがしんどいと思います。なぜならば、自由に体を動かせなくなるんで。例えば、猪木さんね。猪木さんがベッドの中で僕が言ってたのが、すげえ印象的だったんですけども、なんかその、猪木さんが、あのうーみたいな、そのもう死ぬ間際の最後のビデオなんですけど、 まあ口を動かしてんだみたいな,、ね、なんか言ってたんですけど要はそのそそたったひ一言しか全部見てないんですけど要はその状況でも生きる目的というかなんか練習をするなんかすげえなと思いましたよね多分なんかそ,それがないとただぼーっと終わりでしょうね多分ね最後の最後までなんか練習するみたいなね喋る練習というか口を動かすようになんか 天井に向かって口を動かす練習してるみたいななんか言ってましたけどうーんなんかまあ年取ってもやっぱ思考がうーんなんだ筋肉だと衰えていくじゃないですかでこれもある程度運動しないときついし、まあ、筋肉も考え方も一緒ですね両方うーん,なんかそのうん うん、考え方も弱いし筋肉もないしもうどうしようもないです <laughs> はい、いってらっしゃい。